て、だんだんにお別れする時間も近づいてきたみたいです。今日いろんな話したけど、その中で少しでもプロデューサー、一体どんな仕事をしてくるんだろう、それに一つの作品が作られるということはいかに大勢の人たちの力が結集されているものなんだろう、そんなことが少しはお分かりいただけただろうかな。今日は私のテーマは若い人への挑戦ということです。あったけれども、でも私は多少たかが1年前には1回の無名のプロデューサー、若干何かやったからって言っても大きな顔して若者よしっかりしろとか、お前たち俺を見習えなんて、そんなことは言うつもりはこれっぽっちもありません。若い時には誰だって何をしてっかよくわからないし、さっきの話にもあるように何も最初からプロデューサーになろうなんて考えていたわけじゃない。その時々で悩んだり悲願だりするもんで、私だって同じだったと思います。考えようによっちゃ惨めな試行錯誤の連続だったと言ってもいいかもしれない。でもそれを決して人やあるいは世の中が、あるいはまた政治が悪いとか、そういう意味の形のことに人のせいに転嫁することだけは多少した時もあるけど、でもあんまりしてほしくないと思います。ただどんな時でも一つだけ自分よりちょっとでも大きなものに挑戦して、自分の目標をいつも持っていくことでそれを乗り越えるように、なんか少し言えるとしたらそんなように努力してきたつもりなんです。それを一つ乗り越えれば、なんか自分がちょっと大きくなったような気がするだけど、そうするとまた一回り大きい目標を作ってまたそれを乗り越えていく、それに挑戦をしていく、その連続でなんか今日まで来たような気がします。だから一番冒頭の質問にあったように、現代の若者は、今の若い者はというような言葉を吐くつもりは全くない。まあ僕自身もなんかすごいまだ若いっていう気持ちでいるもんですから、今後もなんかその連続で生きていきたいと思います。そしてまた今かかってる曲というのは、自分はそういう気持ちでこの曲を宮川さんにお願いして作ってもらいました。ぜひ聴いてください。そしてこの曲の一つ一つのいわゆるコーラスの積み重ね、そしていわゆる一つ一つの一人から始まって4人5人6人8人となるものが、明日への希望と力強くつながっていってほしいと思います。どうも夜遅くまでありがとう。さようなら。